吉川美穂は、大阪府仙南郡三崎町出身の女子競輪選手、自転車競技選手。競輪選手としては、日本競輪選手会和歌山支部所属。ホームバンクは、和歌山競輪場。日本競輪選手養成所、第120期生。師匠は、稲毛健太。和歌山県立和歌山北高等学校出身。高校時代は、バレーボール部に所属していたが、 引退後の高校3年夏に自転車競技を始めた。高校卒業後、サイクルベース朝日に選手として就職した。2016年、栃木県の女子プロロードレースチーム、ライブガーデンビチステンレに所属。2017年からは、スペインの競合チーム、ビスカヤデランゴに所属し、ワールドツアーに参戦した。また、日本自転車競技連盟からも、 養成書同期の内野縁はとともにトラックレース中距離強化指定選手、B 指定選手として指定されている。2020年1月16日、養成書第120回技能試験に合格。在所中は第1回記録会で女子史上7人目のゴールデンキャップ獲得を獲得。続く第2回記録会でもゴールデンキャップを獲得し、女子史上3人目となる。 複数回ゴールデンキャップ獲得者となる。養成所での競争成績は1位であったが、卒業記念レースは決勝を5着。2021年3月1日、養成所を卒業。卒業式では、ゴールデンキャップ賞、最優秀学業賞、最優秀技能賞、新記録賞を獲得し表彰された。同日、日本競輪選手養成所和歌山支部所属の 競輪選手として登録された。3月26日には、同日に設立されたトラック競技チーム、チーム楽天系ドリームスのメンバーに加わったことが発表された。2021年5月8日、名古屋競輪場での新人戦、競輪ルーキーシリーズ2021でデビュー。初勝利は、同年5月22日の大宮競輪場での新人戦、初優勝は、 翌23日の同開催。7月2日からの富山ファインにて本格デビューし、同開催では初日1着、2日目2着として120期生としては最初に本格デビュー後に決勝進出し3着。ありがとうございます。